イアン・パトリック・ハートは、アイルランド・ドラハダ出身の元サッカー選手、元アイルランド代表。ポジションは、左サイドバック。キャリアの多くを、リーズ・ユナイテッド・ AFC で過ごし、ディフェンダーながらもフリーキックが得意な選手として、知られており、左利きのデビット・ベッカムと称賛されるほどだった。また、2009年には、デイリー・メール氏による、偉大なる歴代フリーキックの王様50人に、 選出され、アンドレア・ピルロ、リバウド、ロベルト・バッチョ、ボビー・チャールトン、スティーブン・ジェラードら早々たる名キッカーたちを抑えて、堂々の第24位にランクインを果たした。アイルランド代表としては63試合12得点を記録。2002フィファワールドカップには、リーズでの同僚で、おじのギャリー・ケリーと共にメンバー入りをした。リーズ・ユナイテッド・ドロヘダに生まれ、 セント・オリバーズ・コミュニティ・カレッジで学び、サッカー以外にもゲイリック・ゲームズで活躍していた、ハートは、兄が在籍する、ホワイトホールのセント・ケビンズの U-12 で、サッカーを開始する。その後、ホームファーム FC を経て、叔父のギャリー・ケリーが在籍する、リーズ・ユナイテッド AFC の下部組織に15歳で、参加し、同じく、ホームファームからリーズに加入していた、アラン・メイベリー。 スティーブン・マクファイルと研鑽を積み、1996年1月に、プレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド FC 戦で、初出場を飾った。以来、在籍休憩で主に、デビット・オレアリー監督の下で、オジノ・ケリーと共にプレーし、ジョナサン・ウッドゲート、リオ・ファーディナンド、ポール・ロビンソンらと共に守備陣を構築、ハリー・キューウェル、アラン・スミス、マーク・ビルカ、ロビー、 金など豪華な攻撃陣をサポートし、クラブの黄金期を支えた。1998から99シーズンからは、ダニー・グランビルとの左サイドバックでのポジション争いを、制して、定位置をつかんでおり、UEFA カップ1999から2戦では12試合1得点と、主力として、チームを支えて、準決勝進出に貢献。翌2戦から01シーズンに、 ドミニク・マッテオの加入により2番手と考えられていたが、マッテオがセンターバックで起用されたことで定位置を守り続け、UEFA チャンピオンズリーグ2000から01においても17試合に出場して、準決勝を進出に貢献し、フリーキックやペナルティーキックといったプレースキックを任されていた。ハートは4得点を挙げ、エランドロードで行われた、準決勝のデポルティーボラ・コルーニャとの 第一戦で見事なフリーキックを決めている。しかし、この躍進のためにチームが大金を投じたことが、あだとなり、リオファーディナンド、アランスミスラ主力選手が、次々と放出を余儀なくされたことで、2002から03、シーズンは、降格危機にあった。その状況下において、5月4日のアーセナル、FC 戦で25ヤードの距離から、フリーキックを成功させて、 チームを救ったが、翌2003から04シーズンになると、ピーター・リード監督によって、開幕から2試合外されたように地位が揺らいでおり、プレミアリーグのクラブと、イタリア一部のクラブから期限付き移籍の申し出、ポーツマス FC や FC バルセロナから関心を、寄せられていた。最終的に残留を決意し、定位置を取り戻して奮闘したが、チームは19位で、 フットボールリーグチャンピオンシップへ降格となった。レバンテそれまでのリーズでの活躍にバルセロナや AC ミラン関心を寄せられていたハートは最終的に2004年7月9日にスペイン一部昇格組のレバンテ UD と4年契約で合意すると初日のレアルソシエダ戦においてレバンテの41年ぶりとなる一部での得点をフリーキックによって決めた。その後、 アトレティコ・マドリード戦におけるフェルナンド・トーレスを封じる等で高パフォーマンスを見せチームとしても一時期5位につく順風満帆に行っていたが2005年1月に足の付け根の負傷によって離脱したことで多くの試合を欠場となりまたチームは最終節のビジャレアル CF 戦に敗れてセグンダ・ディビシオンへ降格となった2004から05シーズン終了後 リーズ時代に支持し、スコットランド一部セルティック FC を率いるゴードン・ストラカン監督から誘われ、ハート自身もアイルランド人なら誰でも緑と白のシャツでプレーしたいと少年時代からファンであるクラブへの移籍を熱望していた。当時のセルティックで左サイドバックを務めていたモカマラが制裁を書いていたことで補強位置に合致しており、 レバンテ側も自由遺跡を認めていたため遺跡は濃厚と思われていたが、突如としてレバンテ側が250万ユーロを要求したことで破断となった。二部での生活となった2005から06シーズンは、一年でプリメーラへ昇格する中で一貫して定位置を守りつつ、ディフェンダーながら9得点を上げ、個人としてもチームとしても成功のシーズンだった。なお、 同シーズンの1月の遺跡市場において、サンダーランド AFC から誘われ、自身も乗り気だった、クラブが拒否していたことで断念することになった。しかし、それでも遺跡を諦めきれなかったため、夏の遺跡市場において、セルティックへの遺跡願望を明かした。最終的に、セルティック側が動くことはなく、翌2006から07シーズンも、レバンテで過ごすことになったが、 開幕早々の8月に負傷した。11月のヘタフェ CF 戦において、ベンチ入りを果たすも、フアンラモンドペスカロ監督は、ルイスルビアレスを優先させていたために起用されず、公認のアベルレシーの監督に交代後の2007年1月21日のアスレティックビルバオ戦において、待望のシーズン初出場を飾った。復帰後、数試合に起用されていたものの、手術を受けるなど、 定期的な足の問題に悩まされていたことで定位置をダッシュするまでには至らず、シーズン終了後にレシーの監督から構想外を告げられ、1年の契約を残しながらも8月に双方合意により解除となった。たびたびの遺跡志願や負傷の連続だったにもかかわらず、後年にバルセロナやレアルマドリードといったクラブと対戦できて、素晴らしい3年だったと語った。 サンダーランドレバンテを対岸して自由契約選手となった後、トライアルを経て2007年8月29日に代表での元同僚、ロイキーン監督が率いるプレミアリーグのサンダーランド、AFC と合意し、10月8日の敵地でのアーセナル戦において後半から初出場を飾る。しかし、2008年1月に放出リストになお、連ねたように戦力とはなれず、 わずか8試合の出場にとどまり、2008年6月4日に、田中選手と共に放出された。2008年夏の遺跡市場において、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC のトライアルに3週間の時間を費やしたが、1ヶ月出来高による長期契約の提案を拒否したため、2008から09シーズン開幕を無所属で迎えることになった。9月には、 シェフィールド・ユナイテッド FC の練習に参加し、リザーブでの入滑するユナイテッド FC 戦に出場していた。10月22日には、マルティン・アンドレセン監督率いるノルウェー一部ボレレンが、ホトバルのトライアルに一週間参加し、その後、チャールトン・アスレティック FC のトライアルにも参加した。ブラックプール2008年12月11日、数週間のトライアルを経て、 チャンピオンシップのブラックプール FC と1ヶ月契約で合意する。12月29日にブルームフィールドロードでのボルトンワンダラーズ FC 戦において初出場を飾り、契約を1ヶ月延長することに成功したが、それ以上の契約延長を勝ち取ることができず、2009年2月2日に契約満了に伴い退団となった。ブラックプール退団後、 スコットランド一部のセントミレニ FC と2008から09シーズン終了までの契約で一旦は合意するも、それから24時間後の2月6日に破断となった。カーライルユナイテッド2009年3月26日にフットボールリーグ1のカーライルユナイテッド FC とシーズン終了までの契約で合意する。数日後の本拠地でのノーサンプトンタウン FC 戦において初出場を、 飾った際に指を2本骨折したことで最低3試合の欠場が決定し加入早々に離脱となったが4月25日のシルトナムタウン FC 戦で復帰を果たすとフリーキックによって初得点を挙げた最終節のミルウォール FC 戦においても出場して勝利に貢献したがチームはリーグ一残留となった 2009年5月18日に契約を2011年夏までの2年延長し、開幕を迎えた2009から10シーズンは、最終的にサウサンプトン相手に1の4で敗れることになったが、2010年3月にウェンブリースタジアムで行われたフットボールリーグトロフィーの決勝に進出した。また、同シーズンはディフェンダーながら、チームサイトの公式戦18得点を挙げており、 その活躍から4月に、リーグ1のピエフェ年間ベストイレブンに選出された。翌2010から11シーズンは、不慣れなセンターバックでの起用だったが、開幕戦でのブレントフォード FC 戦の PK、次のプリマス・アーガイル FC 戦と2試合連続で、得点を上げる良い形でスタートを切ると、3試合目のミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦においても、印象的なパフォーマンスを示した。 2010年8月20日には契約を2012年の夏まで延長した。レディング・カーライル・ユナイテッドで契約延長してから数日後の2010年8月31日において遺跡金10万ポンドでチャンピオンシップのレディング FC と2年契約を締結する。カーライルでのそれまでの貢献にグレッグ・アボット監督から損失を惜しまれ、また自身もカーライルでの滞在は 非常に楽しいものだったと感謝を述べた。レディングでのデビュー戦となったクリスタルパレス FC 戦で PK によって初得点を挙げ、4試合目のバーンズリー FC 戦でフリーキックを決めると、新天地においても最先良いスタートを切ると、その後も得点を量産しており、3月にはミドルズブラ FC 戦での2得点と、イプスウィッチタウン FC 戦の得点を合わせて3得点を、 上げる活躍から、リーグの月間最優秀選手賞を受賞するほどに、順調だった。翌4月においても、ノッティンガムフォレスト戦の得点、次のスカンソープユナイテッド戦で PK を決め、2試合連続で、得点を挙げていた。また、長年過ごしたフルスのリーズとの対戦において、敵地エランドロードと、本拠地、マデースキースタジアムの両試合に出場したハートは、敵地での試合の際には、 相手ファンから拍手で迎えられた。最終的に2010から11シーズンは11得点を記録し、プレースキッカーの多くを任されていたため、そのうちフリーキックで6得点、PK で支ェーンロングに次ぐ4得点を挙げており、コーナーキックにおいてはジョビ・マカナフ、ブライアン・ハワードと共にキッカーを務めた。得点力のみならず、 14試合で無失点を達成したように守備面でも貢献し、プレーオフ進出の立役者として活躍したことで、年間ベストイレブンに選出された。翌2011から12シーズンは、得点力こそ落ちたものの、アダム・フェデリチ、ジェム・カラチャン、カスパルス・ゴルクシュス、ジェイソン・ロバーツと並び、チームをプレミアリーグの舞台へ復帰させた立役者の一人と、 見られ、年間ベストイレブンにおいてはチームから唯一選出された。同シーズン終了後に契約満了となった際に、フルスのリーズが興味を持っていると伝えられたが、レディングでの生活に満足していたために、復帰の可能性を否定し、約10日後の5月23日に契約を2013年までの1年延長して、2012から13シーズン開幕を迎えた。しかし、 クラブは1年でチャンピオンシップ降格となると5月15日に自身のツイッターにおいてシーズン終了後に対談することを発表し9日後にクラブ側からも発表された。ボーンマス2013年6月28日にチャンピオンシップの AFC ボーンマスと1年契約で合意し2014年4月18日に契約が1年延長された。シーズン終了後に対談。 その後8月に自身のツイッター上で現役引退を発表した。アイルランド代表では年代別代表として1996年に UEFAU-18 欧州選手権本大会に出場。A 代表で63試合12得点を記録する。クラブでの出場はわずか4試合だったものの1996年6月2日のクロアチア戦において A 代表初出場を飾り、4試合目の出場となった6月15日の US カップにおけるボリビア戦で初得点を挙げた。代表1年目から多くの出場機会を得ていたハートは、1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選において定期的に先発の座を確保し、2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選においても左サイドバックの中心選手としてプレーした。 同予選では、全試合に出場し、プレーオフでのイラン戦の PK を含む4得点を上げた。ポルトガルやオランダといった競合に対し互角に渡り合い、出場権を獲得した 2002FIFA ワールドカップでは、左サイドバックの位置で、ベスト16までの全4試合に出場し、スティーブ・フィナンや叔父のギャリー・ケリーと共に、両、サイドバックを支えた。しかし、大会終了後は、 つま先の負傷やジョンをシェイの台頭から、ブライアンカーシン監督のもとでの出場機会は限定され、2004年4月のポーランド戦を最後に出場はなく、さらに2005年2月初陣の親善試合でのポルトガル戦に招集されなかった際に、カー監督に対して批判的だったため、代表でのキャリアは事実上終了したかに思われていた。しかし、5月に2006フィーファワールドカップ、 ヨーロッパ予選のイスラエル戦とフェロー初等戦に向けたメンバーに招集されると6月4日と8日の両試合で得点を挙げた2011年5月のイングランド戦に敗北した後序盤にトラパットーニ監督の手腕に加えクラブでの活躍にもかかわらず代表に招集されない事態に批判しトラパットーニ監督とマルコタルゲリジュ監督は 自身がアイルランド人であることも知らないと語った。2001年5月下旬に一般人の女性と結婚する。なお、8日の UEFA チャンピオンズリーグ2000から01、準決勝におけるバレンシア CF 戦に向け、気合を入れるためにチーム一丸となって坊主で挑んでいるが、ハートは挙式を直前に控えていたことで丸刈りにすることはなかった。 リーズユナイテッド AFC レディング FC。ありがとうございます。